剣徳王孝剣士政徒六年七月二十四日は、李氏朝鮮の第五代国王、文宗の王孝、第六代国王短衆の聖母。死後は、人孝淳、恵ぐみ徳王孝。花山婦院君剣仙と改修夫婦人妻子の娘で、本願は、安藤賢士。清掃十三年を聖子の高級として、正期で、聖子宮に入る。千四百三十三年頃、 両尾目になり、1435年、高氏恵ぐみを生む。1437年、三番目の静子品に作法。1441年に李弘氏を生んだが、三日後に三熟死した。死亡剣得品とされ、1450年に夫文僧が大いに即位した後に強みことされた。怨霊となり、清祖の長男、伊高氏静子に寄りつき。 死に至らしめたとされる。なお、清祖は1453年に、気有性難を起こして、丹州を補佐する大臣らを除いて、政権を掌握し、1455年には丹州に大尉を強要している。しかし、これは事実と全く合わないと言える。伊鷹市政治が死亡したのは1457年9月2日で、あるのに対し、剣徳王校のこの丹州が死亡したのは、 その約一ヶ月半後の10月24日である。伊鷹市聖子が丹州よりも先に死亡しているため、賢徳王校の呪いで、伊鷹市聖子が死ぬという解釈は適切ではない。賢徳王校の母、あただと王校の弟、賢自身は、聖三門などとともに、丹州福井運動をして1456年に、処刑されて、丹州は1457年旧暦6月21日に、 ロヤマくんに降格される。一方も死亡した、ケントク王公とその不健診は、あただと、ケン自身の罪によって、連座刑が下され、健診は1456年旧暦7月7日、ケントク王公は1457年6月26日に、それぞれ敗所人になった。青州の時に、ケントク王公をケントク品に福井したが王妃としての、福井は、 県徳王校の連座性適用が適当ではないという意見が上ってきた以後合意を経て1513年3月12日に中層が県徳王校を1699年7月15日に祝層が県選の名誉回復をする。ありがとうございます。